こんににちはヒートトルフィリッップ太郎ですすいいいいつも私のポッドキャスト配信聞いていただき誠にありがとうございますさて2022年もですねもう6月が終わって7月になりましたねもう折り返し地点を過ぎちゃいましたよって話ですけれどもいかがお過ごしでしょうかね死ぬほど暑いっすよねまああなたがどこにお住まいかにもよるかもしれませんけれども、まあ、僕も東京に住んでてまあほにね外に出るとやべえなみたいな感じでねそのあんまり外に出ることがないのでまあ自分から出ようと思ってね散歩したり用事作ったりしない限りは、まあ、外にま 出ないでので、まあねあねのクーラーかけた部屋の中でですね、まあ、僕も基本的に仕事していますけれどもまあ、外出るときはね、まさすがにね屋外だったら、まあまあもうマスクつけなくてもいいのかなと、まあね特に人がそんなに周りにいなければまあ、そんなね無理してマスクつけることはないと思いますので、まあちょっとね熱中症とかにならないようにしっかり水飲んでですね、あのマスクつけるかどうかもまあね、屋内はつける、屋外はつけないとかでも全然いいと思いますのでえー、ぜひですね、健康第一ですね、ちょっと暑さにやらす やられないようにですね、まあ、ちょっと夏を楽ししんでででいいきままょょううよととところでございますでねちょっと僕もね、あの、6月はもう配信できなかったので、ちょっと久々のね、配信になってしまったんですけれども、まあ、僕が何をしていたかというとですね、まあちょっとひたすらコンテンツを作っていましたよと、まあ動画を撮ってました。まあね、あの、6月の1ヶ月でも200% 本以上は動画撮っったかなっていう形でね一日ね、何本撮ったんだよと、一日10本以上撮ったかなみたいな感じでですね、ああのそんなたくさんね、あの色々やってたんですけれども、まあそれはえ何をしていたかったというとですね、そのやっぱりその僕がね、あの推奨しているね、ねおすすめしている、まあそういったツールですね、オンラインビジネスをそのうまくね、いくための、まあその効率よくですね、サイトを作ったりとか、自動化を行ったりとかですね、そのなんか商品をね、あの僕 僕はデジタルコンテンツを販売していますし、まあそういったね、コンテンツを販売する方法を教えてるわけなんですけども、えー、そういったね、そのコンテンツ、サイトの作り方、えー、とかですね、まあそういったものを、そのね、まあ僕は教えていますので、えー、そのねツールのチュートリアル講座をですね、まあちょっと海外のね、まあクリックファネルとか、カジャビとかアクティブキャンペーンとか言うんですけども、えー、そういったツールをね、ひたすらリニューアルしておりました。はい。ね、まあなんでそういうことをするかっていうと、まあ僕もね、できるだけそんな、なんていうのかな、あ,あの、 ね、ツールの、まあ、質問は全然受け付けているんですけれども、ね、特にあの僕に毎月お金を払っていただいている方にはですねあのもちろんしっかりお答えしてですねあのまずそういったツールぐらい、ね、使いこなそうよと、ね、その,なんか、ね、そのやっぱサイトを作ったりとかメール配信の自動化とかねステップメールとか言いますけれども、まあ、そういったその、ね、あの仕組みを作るのに、ねまあ、その慣れちゃえばそんな、ね、大変じゃないわけですよ。 ね、あの、その仕組みを作る、ね、さいあの、ツール。 に慣れ親し,しむっていうのは、そのやっぱりね、ビジネスをオンライン上で作っていく上での、まあそんなね、あの、でっかいパートじゃなくて、まあ初歩的なところなので、まあまずそれをね、しっかりご自身でやってもらって、まあ僕がそんな質問に、僕に質問しないでも、ある程度のこと、どの、どの、ある程度のね、えー、ことが分かってもらえるっていう形でね、あの、僕もサービスを提供したいなと。ね。で、そのよりですね、えー、そのね、ツールが、の使い方がわかりませんっていう質問じゃなくて、まあより実践して、 してちょっっと商品売ってみました。どう思いますかみたいな形でね、えー、よりね、マーケティングやセールスやコンテンツの内容にね、をアドバイスできるようなね、ことに時間を使いたいなっていうのがあるので、ま,あね、まずはねあの、とはいえ多くの人がですね、やっぱそのツールの使い方がわからんぞっていうところでつまずいてしまいますので、えー、まずすごく初歩的なところをね、まあ、特に僕にまだお金払ったことがない人とか、新規のお客様をね、集めて、ね、まあ、そこでですね、僕に興味を持っていただいたりとかですね、あのそういったツールの の使い方をね、マスターしてもらって、で、そこからはね、次のステップに行くタイミングで僕にね、もっとお金払ってほしいなっていう形でですね、いろいろチュートリアル講座をね、リニューアルしてね、充実させておりました。ね、っていうことをしていたわけなんですけれども、まずね、ちょっとそれに関連してお伝えしたいのは、そのまあ、どうすれば、そうね、自分の専門分野で、そのナンバーワンになれるかというお話なわけですよ。ね、そのやっぱり、 そのね、今の時代、まあ、僕なんかも、ね、世間的には全然僕のことなんて知らないですし、知らない人がほとんどですし、ね、別に世間的にすげえ有名なね、インフルエンサーになって、みたいなね、えー、ことはまあね、やっぱその、したくないというか、ね、別に必要以上に有名になったりとかね、街を歩いててなんかね、あ,あの、指刺さ,されて、みたいなね、写真撮ってくださいとか、まあ、まあ、それそれれ嬉しいかもしんないですけれども、そうなんか電車にも乗れないようなね、有名人になってしまうと、ちょっとそれは違うのかな。 とね、そこまで言っても大変ですし多分僕がやってることはそんなにね世間的にたくさんの人に響くことではないので、まあ、よりですねやっぱ経営者さんとか実際に企業をねあのされてる方もしくはしたい方っていう割と世の中のすごく少ない、えー、層をターゲットにしていけばいいと思ってますので、まあ、そういったね、まあ、ある意味狭い だけれども、すごくね、需要がある分野っていうところで、まあ僕はですね、まあいろんな分野でね、まあナンバーワンになっているっていうとね、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、まあその割とね、ポジショニングを作ることができているわけですよ。ね。ですので、そのやっぱりね、あの、これを聞いている方はですね、そのまあ、個人でやられてる方とか、中小企業とま経営者されてる方もいらっしゃると思いますけれども、そのやっぱりね、この分野といえばこの人だよね、とか、この分野といえばこの会社だよねっていう形で、その 市場のせ、ね、特定のターゲット、特定のそう、ね、分野においてあ、この分野ならこの人がナンバーワンだなと、ね、あのもしくは、まあ、ナンバーツーでもスリーでもいいかもしれないですけど、まあ、ナンバーワンっていうのが一番いいですよね。ナンバーワンだと思ってもらえるように、ね、自分がポジショニングを、ね、しっかり作っていくと、まあ、やっぱそのビジネスはうまくいくわけですよ。 ね、っていうのを僕もね、えー、そういったね、まあ僕もいろんなことは得意だと思ってますけれども、まあその中でやっぱりね、競合が少なくて、まあ僕の独断上と言えるのが、まあそのね、海外のツールっていうのをその使っていって、ね、 サイトを作ったりとか、ね、まあ、海外のツールもいろいろあるわけなんですけれども、まあ、その中でですね、まあ、比較的中小企業とか個人事業主、ね、でも使いやすい価格帯まあ、それらをターゲット、そのような人たちをターゲットにしているツールっていうのがね、まあ、世界にたくさんありますので、まあ、日本にもいろいろあるんですけれども、まあ、今時ね、そのやっぱりね、広告流したりとか、最新の世の中のね、技術、ね、あの、仕組みについていくためにもね、そのやっぱり、そのね、進んでいる海外のそのツール、仕組みを使った方が、 まあ、いろいろ連携とかが楽ですよというお話があるので、まあそういったね、ツールの使い方の専門家に慣れてるのかなというふうに思うわけですよ。まあですのでね、これを聞いてるあなたも僕の話聞いていただいてるのかなというふうに思うんですけれども、まああなたもね、もちろん僕を真似て、僕と同じことやっていただいてもいいんですけれども、そのやっぱり何かしらのその分野の専門家になってほしいわけです。ね、もちろんそのね、あの、ナンバーワンになるのは難しいかもしれないですけれども、ね、でもそのね、あの、なんていうのかな。 まあいろんな人がいて、まあ同じような人がいるんだけれども、まあ僕なんかもね、まあその海外ツールを教えてる人、僕にもね、あの僕以外もいらっしゃると思いますけれども、まあそこでプラスね、あの同じね、 いろんな競合がいる中でも、まあ、僕であれば、まあ実際海外にも行ってますよとかですね、あの直接海外の人たちとつながりがありますよとか、えー、ね、なんか、まあね、実際に僕にお金払っていただいた方はわかりか,かなと思いますけれども、まあすごく丁寧に教えてくれるとかですね、まあすごく親切だなとか人柄がいいなとかですね、えっ、ー、と、クライアントに対して誠実だなみたいな形で、まあそういったね、いろんなね、あの要素が積み重なっていけば、ね、あの別に必ずしもね、あの一番 トップに行かなくても、まあ、そのね、ファンを作ることができますので、まあ、ぜひですね、あの、まあ、ナンバーワンってのは、その、まあ、行ったもん勝ちみたいなもんじゃないですか、ね、っていう話なんですけれども、その、特定の専門分野において、あ、この人、とこれといえばこの人だな、とかですね、えー、思っていただけるようなですね、そういったポジショニングをしっかり築いてほしいなと、ね、そうすれば、ね、あ,あの、やっぱりその、あなたは、ね、ゼロからね、まあ、個人でもね、本当にね、中小零細企業でも、その、ずっと とね、あなたが努力をね、あのね、その絶やすことがなければ、まあ食っていくことができますよ。ビジネスを継続することが、えー、できるわけです。 でも、そのやっぱ多くの人は、やっぱそこまで行くことができずに、そのやっぱりですね、あの、なんかこの人何の人なんだろうと、ね、ってわかんないよみたいな形で、そのやっぱりね、自分の専門性が足りなかったりとか、自分の専門分野を、そのね、市場に対して示すことができなかったりするとですね、何なんだろう、この人、みたいな形でですね、 やっぱり食っていくことができないわけじゃないですか。で、どうすればやっぱそのね、専門性を高めることができるか。ね、まあ僕も最初から自分の専門性なんてわかりませんでした。ね、僕もなんか、あの、まあ海外のね、英語ができますし、まあその海外のそのオンラインマーケティングのやり方面白いなっていうのがあって、そこからスタートしたわけなんですけれども、その別にツールのね、専門家を ってわけでもありませんでした。ね。自分が結局ですね、あの、自分でビジネスをね、立ち上げる上で、いろんな悩みがあって、うまくいかないことがあって、まあ僕もサイトなんて作れないですし、ね、HTML コードの書き方とかプログラミングもね、僕は全然できないですし、今でもできませんので、ね、あ,あの、まあ特にサイトを作るのってのはすごく苦しんでたわけですよ。ドリームウィーバーのね、つくあの使い方みたいな、あの本を買ってきたり、ね、ホームページの作り方みたいな本も昔からたくさん買いましたけども、まあその全然ね、わかんなくて、 ね、あの挫折してしまってまあもううまくいかねえみたいなねあのもうやめよっかなみたいなね挫折しかけたこともありました。 まあでもその中で、ね、あ、いろんななんかね、今時なんかそんなコードがわかんなくても、そのね、オンラインでね、文字を落ち込んでいったり、いわゆる今、今時、今時の言葉を使えばノーコードで、ね、コードを書かなくても、そのね、サイトが作れてしまうシステムがね、構築できてしまうっていうツールがやっぱり、まあね、今日本にもたくさんありますけど、ちょっと前は日本にはあんまりなくて、やっぱ海外の方がやっぱそういったね、あのツールが充実していましたので、ね、まあその過程の中で、 ね、あのそういったツールあるんだと。で日本語で解説全然ねえぞと。ね日本で同じことやろうとしたら、ねそういうのをゼロから開発しようとね、あの他社にね、なんかサイト作成会社とかに依頼するとすぐ100万円とか何百万円とかかかってしまったりするわけですよ。ねで、まあ、今なら僕もあれですけれどもそのやっぱいちいちなんかねサイト作るランディングページで作るのにそんなたくさん金払って。 ってね、時間かけて作ってえるっていうよりかは、まあ、パッと自分で作って、広告流して、ちょっと反応ねえなと思ったら、ちょっとパパッと文章を自分で変えて、みたいなね、えー。そういった小回りが効くように、スピーディーにやっぱそうね、サイトを作っていく時代なわけじゃないですか。ね。っていう形でね、そのなんか、そんな業者に依頼するってよりかは、割と社内でね、そういったサイトをね、あの、 とか仕組みを構築できるように、あのね、行動してる方、仕組みを整えてる会社もまあ増えてきてるのかなっていうふうに思いますけれども、まあやっぱそういったね、あのね、日本ではなかなかないツール、今ではあるかもしれないですけれども、日本ではそういったね、便利なツールがなかった。でね、それを日本語で解説してる人もいなかったので、じゃあ僕がやるしかないなと。 ね。っていう形で、まあ、僕も英語ができるけど、別にそのプログラマーでもないし、デザイナーでもないし、まあそういったね、ツールの専門家じゃなかったわけですよ。ね。でもう自分にとって必要だったし、ね。あの、そこはもう死に物狂いで、えー、やりましたよね。はい。その、なので別にね、あの、何が言いたいかっていうと、そのやっぱり時間をかけて努力をしたわけです。ね。あ、そういう話かよ。みたいな思われるかもしれないですけども、これ何の分野でも一緒じゃないですか。 ね。あの、努力せずに時間をかけずに簡単にできるんだったら他の人にでもできてしまうわけですよ。ね。そうすると、やっぱそのビジネスって、そのやっぱりみんなと同じことをやってても、競合がね、やってることと同じことをやってても、そのやっぱりね、第一人者にはなれないですし、ね、別にこの会社に頼まなくても他の会社もあるし、ね、もっと値下げしてくれよみたいな形で、すごく価格競争とかに巻き込まれてしまいますので、まあそのね、楽なことをやってうまくいくってことはまあ滅多にないわけです。 です。ま、基本的にないと思った方がいいわけですね。ですので、まあ、そのあなたがね、あのね、今何を専門分野にしているのかね、わかりませんけれども、何かしらね、オンライン上でこんなことができますよっていうね、そういったご自身の経験とかを、そのやっぱりね、えー、ネット上で販売されている方がうまくいってると思います。僕のクライアントさんでもだいたいそうですね。なんかご自身のこれまでの経験があってですね、えー、それを世の中でね、あの、世の中のニーズに合わせてちょっと微調整したりしながらですね、 えー、自分が培ってきた経験というものを人に教えるっていうことをする人はうまくいってるわけじゃないですか。で、そのやっぱりそのね、あの、コンテンツというものをね、あのね、何かしらのね、 ね、一人一人が、そのな、何かしらの専門家になるためには、すごく時間を使っているわけじゃないですか。ですので、まあ、例えばね、僕みたいにね、こういったね、マーケティングのやり方を学んで、ね、こういったサイトとか作れるようになったり、広告のやり方を学んで、ね、あの、そのやり方を教えたいって方もね、多いと思います。ね、ちょっと今そんなスキルがないんだけれども、そういった今時のね、流行りのね、なんか、マーケティングのやり方とかをね、あの、学んで、スキルを身につけて、それを使ってね、商売したいと、ね、あの、ビジネスを立ち上げたいとか、もしくは、ね、 サラリーマンの方でも給料を上げたいとかこれから起業したいっていう方はいらっしゃると思いますけれどもやっぱそれをねあのやっぱりね人よりレベルアップしてやっていくためには、まあ、そのある意味、ね、僕よくそこはある意味狂気みたいなもんじゃないかとねクレイジーって意味ですよねはいそのある意味その人が絶対にやらないぐらいの量をその本当にそれに集中してやると。 ね。っていう、その、やっぱ人と同じことやってもダメなわけですよ。人がやらないぐらいの、そのね、あの、時間をね、継ぎ込むと。ね。 例えば、そのね、あの、それこそ、まあ僕なんかの例であればですね、そういったね、まあ僕は英語ができるっていうのはあるかもしれないですけど、まあ一応ね、英語ができることが役立つジャンルで仕事をしてるので、まあ僕は自分のね、それまでの強みとね、あの今の仕事っていうのをうまく組み合わせることができてるのかなというふうに思うんですけれども、まあそれこそ僕なんかもね、なんかツールの使い方とかね、こんなことよ、ネット上で自動って返したいんだけど、できないな、どうすればいいのかなってな迷ったときに、すげえ、Google でも調べますし、 YouTube でも調べて動画見ますし、ね、お金払って、そういった人の教材買ったりとかですね、人の Facebook グループとかで質問をしたりとか、えー、そういう形で、まあ、そのなんていうのかな、あのとにかく行動をするわけですよ。で、普通の人はそこまでやらないんですね。はい。ね。まあそれがね、まあ、その人にとっての,、ね、あの優先順位が高いものではないって話ではあると思うんですけれども、やっぱその人がやらないぐらい行動をすると。 ね、人ってのは基本的に行動しませんので、ね、人がやらないことをやれば、ね、そのためにはそのね、時間を費やすとか、そのね、まあ時間を費やすから、そのね、人にはないアイディアが出てきたりとかね、そのじゃあちょっとね、熱中してしまうの、熱中してね、あの熱意をすごくね、感じたり、モチベーションが上がるので、それがね、人にはないアイディアをね、生み出したり、行動を生み出したりっていうことになるわけじゃないですか。 ね、そのやっぱり僕なんかも、そのやっぱり海外のね、セミナーとか、海外のマーケティングセミナー、まあ最近はね、コロナでね、あの、行きづらいですし、まあ去年行ってちょっとね、あの、僕も偉い目にあったのでね、まあそういは楽しかったですけれども、まあちょっと今年はいいかなと、オンライン上でね、ちょっと今年はバーチャルで参加しようかなっていうふうに思ってるんですけども、そのやっぱり海外に行ってね、海外のマーケッターのね、英語とね、英語で話したりね、し,してくる人はやっぱりいないわけですよ。特に日本だと。ね、中国人とか韓国人の方はいらっしゃったりするんですけども、 まあもちろん僕だって言ったってその英語のネイティブでもないしねあのなんか,なんかジャパニーズが来たなとね,ね向こうの特にアメリカだとそのね英語がちょっとねあのネイティブじゃないなと思われるとすげえなんか低く見られたりするわけですよまあよっぽど専門ねあのすげえ人だみたいな,なんか東洋の達人だみたいなねか空手の先生だとかねそうなってればちょっと別かもしれませんけれどもまあ基本的にそのね英語が喋れない時点でま,あまともに相手にはされないわけですよ ね、っていう形で僕もね、まあちょっと嫌な思いもしたりしましたけれども、まあそんなね、そこで泣き言を言ってるんじゃなくて、ね、まあそれでも毎月、毎年行ったりしてですね、いろいろトラブルとかもありましたし、ね、ちょっと辛い思いも中、輪,輪に入れないなとかですね、なんかね、 うまく話せないなとかいろいろね、恥ずかしい思いもしましたけれども、でも、やっぱそういった辛い思いをしたからこそ、ね、人にはやらない挑戦をしたからこそ、なんかすごくね、他の人よりも、そのね、知識が身について、ね、あの、それをね、世の中で伝えて、ね、っていうことをすると、やっぱり人が、他の人が言ってないことを言ってるなっていうのが、その自然にね、自分がスキルアップしていくわけですよ。っていう、やっぱりね、あの、マインドセット、ね、っていうね、人がやらないことをやるっていうね、 やってて、ね、ていくっていいくく極めっっうことをすればやっぱうまくいくいわけですよねそのやっぱ僕に限らず僕の先生とかそうねあのどの業界でもうまくいってる人を会社ってのはやっぱそういったその人を、ね、何かしらねねああのーまあそのま、ね、そ同業者の、ね、うまくいってる事例とか参考にしつつもじゃあ自分はこうやろうっていうね、えー、形で自分で考えて自分で付加価値をつけて自分にしかできないこと。 とかね、市場にこんな悩みがあって、その他の他社さんはこの悩みをね、救い上げたり、ね、解決してあげることができていないぞと。っていうその市場のお客様の悩みをしっかり、え、逃げることなく向き合って、じゃあうちはこうやってね、サービスを、こんなお客さんに対してこうやってサービスを提供しようってね、すごくやっぱりその他の人がやらないオリジナリティがね、あの、あること。 ね。で、と、当然ね、その、人が求めていることに対応して、している人、会社だけが、やっぱその、生き残っているわけじゃないですか。ですので、あなたは、そのね、あの、あなたにしかない強みは何なのかなと。ね。で、そのね、まあ、その、今、強みがなかったとしても、ね、やっぱそれを、じゃあ、自分がやりたいことは何なのかなと。ね。えー、自分が仕事をしてて一番楽しいことは何なのかなってことを、やっぱりそのね、えー、考えて、ね、あの、集中して行動してほしいわけですよ。で、まあ、こういうことを言うとね、いや、ちょっと時間が ないでですすとかですねちょっと私にはできないですっていう人がいますね。で、まあそういった人に僕が言いたいのは、まあ別に無理してやらなくてもいいんじゃないですかと。ね。まあ別にね、あ,、あのーまあ、あなたが今会社やってるのであれば、まあ別にそれね、ああのー、閉じてもいい会社潰してもいいわけじゃないですか。ね。っていうとすげえ無責任に聞こえるかもしれませんけれども、まあ別にサラリーマンになったりとかですね、他にもね、自分で。 会社やらないと、ね、自分で起業してフリーランスでやっていかないと、ね、あのうまくいかない ね、それだけが唯一の道じゃないわけじゃないですか。ね、あの、人の手助けをする、人が作った、他人が作った仕組みの中に入らせてもらって、まあ、その中で、ね、あの、自分のね、会社の、自分が勤める、ね、あの、会社の、裏、ね、手伝いを裏方としてするみたいな生き方もね、あの、素晴らしい生き方ですし、まあ、世の中的にはそうされている方の方が当然多いわけですので、まあ、別にね、自分でやんなくてもいいじゃんって思ってしまうわけですよ。で、なぜかっていうと、やっぱりね、僕のクライアントさんでも、それやっぱすごく 行動してくれる方がたくさんいらっしゃるので、本当と嬉しいんですけれども、まあ、最近ね、いろいろねあの、よくやり取りさせていただいてるね、まあ、もちろんお金いただいてですねあの、僕のコミュニティに入っていただいてる、えー、方の中でですね、なんかアメリカに住んでる日本人の女性で、まあ、パトンさんっていう方がいらっしゃるんですけど、<laughs> 名前って言ってもいいのかな、ちょっと名前出させていただきました。すごく頑張ってりしてね、結果も出されている方、えー、日本人女性のね、方なんですけれども、まあ、お子様も何人かいらっしゃるのかな、そのね、あーの、 旦那さんがね、あの、アメリカ人の方だと思うんですけれども、まあ、それでね、あの、やっぱその、ね、僕子供ちょっといないんで、結婚してるけど子供いないんで、ちょっと子育てをするっていうのがまあ、無理だろうなと。ね、まあ子育てなんて難しいだろうなっていうねあ、あの、僕はどうしてもね、他の人の話聞いてても思っちゃうんですけれども、そのね、やっぱりその何人も子育てして、実際も今小さなね、あの、生まれてね、何ヶ月か1年かわかんないですけど、小さいお子ちゃん、お子様をですね、そのやっぱり、 ね、あの担ぎながらね、あのそのビデオを撮ったりとか、仕事されてるわけですよ。ね、よく音声とか、ね、質問したりとか、その動画撮っているのを見せていただくんですけれども、やっぱ隣に赤ちゃんがい,ないたりとかですね,あのね、話してる横からバブバブって声が聞こえてきたりとかですね、なんかママーって叫ぶ声が、ね、あの横から聞こえてきたりとか、まあ、そういったところで、そのねあの、ガンガン行動されているわけですよ。 ね。ですので、まあやっぱ僕もいろんな人のアドバイスをね、させていただいて、そのなんていうのかな、あの、やっぱり家族のがいるんでとかですね、いろいろね、あの、ちょっと時間が取れないですみたいなことを言う人、やっぱすごく多いんですよ。ね。じゃあ、そういった人にね、短時間で結果出してもらうためにはどうすればいいのかなって考えた時期もあります。だけれども、そのやっぱり、やる人はやるわけですよね。 そのお子さんがいても、ね、家族の手、ね、は世話とか、いろいろやることがあっても、まあ、やる人はやるわけですよ。ね。で、なぜかっていうと、まあね、人によってね、事情は違うとは思いますけれども、やっぱその、こういった結果を手にしたいっていう情熱があるとか、まあ、もしくはね、そのやっぱりお金稼がないとまずいよと。ね、で、そういっ ある意味ちょっっと逆,逆境っていうのかな切羽詰まった状態であるっていうのもすごくやっぱりね行動する理由になると思うんですよ。ね、そのやっぱ僕なんかもそのやっぱりねあのー、今みたいにビジネスが安定する前とかはそのやっぱりお金がないぞと、ね、まあ僕もねやっぱりその特にあの従業員っていうかな固定のメンバー固定のチームで結構ね何年もずっとやってますんで10年までいかないけどね48年ぐらいやってるんですけれどもまあずっとや養ってるって言って 言うとね、偉そうかもしれませんけれども、まあそうやってね、お金払ってるメンバーもいますので、まあそういったメンバーにね、お金払わなくなってしまったら、やっぱりそのね、縁が切れてやっぱり一人になってしまうわけじゃないですか。まあそれはちょっともったいないかなっていう形で、ね、まあ別に固定費に、ね、下げてそういったね、メンバーね、あの、社員的な人も全部切ればもっと楽だったかもしれませんけれども、いやちょっとそれはもったいないなと。 ね、そのやっぱりね、そういったメンバーたちと一緒に仕事をしたいなっていうのがあったので、まあそういったね、プレッシャーでしたし、すごくお金がない時代の頃を思い出すと結構僕も辛い気持ちになるので、まああんまり思い出したくはないような辛い時期があるんですけれども、やっぱその時って本当に死ぬほど行動したわけですよ、ね。 まあね、あの、まあ今はね、また別のレベルが上がってますし、まあそれこそそんな死ぬほど行動しなくてもね、あの、売り上げは入ってくるんですけども、まあでもやっぱそれだけだと自分に成長がないので、また改めて頑張ってね、さらに上のレベルに行けるように僕も頑張ってるわけなんですけれども、あの、やっぱりね、あの、やるときはね、やるわけじゃないですか。 ね、お金がなければやるしかないわけですよ。なので、その別にやらない人、ちょっと時間がないですっていう人は、まあ結局そんな困ってないのかなと。 ね。まあ、そのね、あの、ご家族の、また誰かが、その、ちゃんと仕事があって、まあ、別に稼いでるので、まあ、無理してそんなね、ことしなくても、別に生きていけるよっていう方も、まあ、多いと思うんですよ。はい。ね、別にそれは全然悪いことじゃないし、むしろ素晴らしいことなわけじゃないですか。えー、ですので、まあ、それはそれでね、別に、ね、あの、だったら別に無理して頑張んなくてもいいんじゃないのと、ね、っていうお話なんですけれども、まあ、その、本当にね、その、やっぱり、 素晴らしい結果を出せる人、ね、ビジネスをね、あのね、拡大させて、まあやっぱりね、あーのー、まあ僕もね、例えばじゃあもう別に会社辞めて、まあどっかの会社で雇ってくれよって言えば、まあその同業地者であれば、ね、まあ僕もね、名前はネット上にいろいろ出てるので、まあ普通の大手の企業とかはね、雇ってくれないと思いますけれども、まあもしくは外資系に行くかとかね。 まあそれはね、わかんないですけれども、まあ、別に、そのなんていうのかな、あのね、他で働こうと思えば別に働けるとは思うんですけれども、でも結局、そのやっぱり他人のね、作った仕組みの中でね、働くっていうのは、そのやっぱり自分でコントロールできないわけじゃないですか。ね、いつ仕事するか、いつ仕事しないかっていうのも、やっぱ自分で仕事をしていれば、ね、自分がそのリーダーとなって仕事をしていれば、まあ、もちろんね、100%自由じゃないですよ。 ね、そのやっぱ僕もコンテンツ作ったり、そのお客様にね、あとの相手をしたりとか、ね、従業員を食わせていくためにね、仕事はしなくちゃいけないって、そんな自由はないんですけれども、でも、最終的に自分が何をやるのか、自分が何をやらないのかっていうのは、その自分でね、リーダーである自分が決められるっていうのは僕はね、一番いいことだなというふうに思ってますので、ね、まああなたがどういった生き方をしていきたいのかなと。 ね、あーのー、僕がね、今言ってる自分でね、自由に行動を決められてっていうのは、まあすごくね、何事もね、あのー、メリットとデメリットってのがあって、やっぱすごくね、僕は自由でいいと思いますけれども、まあ自由ってのはある意味です。 ね、あのー、なんかこうしろとかですね、いついつまでにこれやりなさいとか言ってくれる上司、ボスがいないわけですよ。まあ、それはそれで大変なわけじゃないですか。まあ自分のメンタル、自分のね、何をするにも自分次第っていうところがありますので、まあそういったね、経営者は孤独なので、まあ大変なところはあるんですけども、まあでもそういったね、ちょっと僕もド M 的なところはあるので、まあそういった成長できるところに身を置いて大変なんだけど、まあ大変なことが起きた方が人生楽しいなみたいなね、あのー、考え方ですので、まあ僕はそうやってね、あの好き、 フィールアップをしていっているわけですはいいねっていう形で、でもそれは楽しいことなので、ねあのやっぱり、ね、別にお金がどうこうって話じゃなくて、ねまあ、楽しいからできるし、楽しいから長時間できるし、ね、楽しいから人よりも、ね、いろんなことを調べたりとか、問い合わせをしたりとか、いろんな行動をしてみたりして、まあ結果的にねスキルがついていって行動したことで知識が身についていって、じゃあそれをちょっとお金払わせてくださいと。 ね、知りたいですって人がやってきて、まあね、自然にビジネスがうまくいくのかなっていうところがありますので、あの、ぜひあなたもですね、そのね、今はちょっとビジネスうまくいってないなとかですね、自分の専門性が何だなんだろうって思うのであれば、そのやっぱ自分が本当にね、やっていて楽しいことは何なのかなと。ね。で、そのね、自分がやってきたこと、自分が楽しいことをやっぱ他の人にも教えてあげると。 ね、っていう形でそう、ね、やっぱ楽しいことをやっていけば、ね、あーのーね やっぱりすごく専門性は高くなっていくと思いますし、えー、もしくは、その、やっぱりこの状況から抜け出したいと。じゃあこのために、そのためには、これをやるには、ね、そのさっきのね、あのー、アメリカ在住のね、あのー、そのお母さんのね、ママさん、ママさん企業家も、やっぱりすごくね、あ,あの、やっぱり、なんていうのかな、あ,あの、なんか日本人女性向けにヨガとかね、そういったボディの体のエクササイズのこととかを教えてらっしゃるんですけれども、やっぱりね、あのー、まあ、それを多くの人に教えたいと思ってるでしょうし、まあ、自分も、 自分がこうやってねあの実際に商品をネット上でサイトを作ったりしてねまあカジャビっていうのを使われてるんですけれどもそういったツール使わたりしてされてますけれども、えー、自分がねネット上でビジネスを行ってるそのやり方もねその私と同じようなそのねそのママさん企業家に教えたいみたいなやっぱそのねすごくやっぱりの情熱がある方なのでやっぱこの人はうまくいくだろうなってところがあるわけです。ね、っていう形でそのやっぱビジネスってねあのやっぱその人自身特にこういったね僕らみたいな中小 もしくは個人でやられてている人間っていうのはですね、でもその人自身が商品であり、ね、僕ら自身が商品であり、僕らの魅力、ある意味キャラクターでそうやっぱ食っていくっていうそういったね、世界なわけじゃないですか。ね、すげえ大手の会社ならまた別かもしれませんけれども、まあ、そ、ね、あの中小企業、個人ビジネスってのはそのはやっぱりその社長、ね、経営者、創業者のキャラクターで、ね、あーのファンを作っていくのがそのやっぱりね、 第、あの、第一の方法というか、それしかないじゃない、ないんじゃないかと、かなと僕も思ってますので、ぜひですね、まあ、その、誰もがね、最初から魅力があるとは思いません。ね、まあ、あの、僕なんかはね、そのなんか、いや、ヒュートルさんハーフでね、なんか見た目が、だから、あの、ラッキーなんじゃないってね、言われたりするんですけれども、まあ、それは多少あるかもしれないでけれども、でも僕だって、死ぬほど努力して、ね、人がやらないことをやってきたもんで、今がありますので、ね、あの、どんな、 成功者、どんなね、うまくいってる会社っていうのは、まあ、そのね、うまくいった後も、やっぱりその努力を怠っていないからこそ生き残れているんですよと。 ね、そのやっぱ努力を行ったら、おこ、おこたったら終わりだなっていうのは僕も常に感じますので、なんかそのね、あの、楽して稼ぎたいと、ね、最近の若い者の,の間だと、っていうとね、ちょっとおじさんみたいですけれども、ね、漫画的にもね、あの、ジャンプの漫画とかもなんか修行して強くなってみたいな話じゃなくて、もうその最初から異世界転生して、なんかすごく最初、最初からね、チート能力を手に入れて、まあ、努力しなくてもね、最強になれるよみたいなね、あの、ね、っていうのを好む風潮があるみたいな話を聞きますけど、 まあ現実ですねそのやっぱりそんなうまい話はありませんので、まあ、ファンタジーよね気を取られるんじゃなくてまあそのね仕事をしていて大変なこともありますでもそのやっぱりその仕事が好きだから楽しい部分があるから続けられるっていうのがありますのでまあ、そのねあなたの専門分野を磨いていって でファンを作ってですねそしっていうことが、やっぱそのビジネスの拡大につながるわけですから、今あなたがね、ちょっとうまくいってないなと、ね、これやっていけるのかなって不安になるようであれば、まあそんなね、あのー、心配、不安になる暇があるようがだったら、ね、心配してる時間がもったいないですので、えー、とにかく行動しましょうと、作業しましょうと、行動力増やしてやっていくしかないですよと、そうやってね、なんか、まあ誰だってね、あの僕の師匠もそうでしたし、ね、僕自身だってね、あの不安になることは誰でも 人間なんてありますでもそのね不安っていうのかなその闇に飲まれるんじゃなくてあのね闇にの飲まれて挫折をしたり落ち込んでしまう前にですねまあそういったこともありますけれどもまあそうやって、ね、闇に飲まれてもねいいんですけどそこからまた復活したりとかですね闇に飲まれずにずっと行動していくためにはまあとにかくね不安になってる暇があるのであれば行動するしかないんですよと。で現実を見てあの今のね状況からね現実から目を背けないでねとにかくねあの 現状を分析してね、次に何をやるべきか、これをやってみて何がダメだったのかなみたいなことをね、ちゃんとね、感情的にならずにね、ロジ,ックロジカルにねあの、しっかり分析できてじゃあ、なおかつたくさん行動できる人が本当にうまくいきますので、えー、とにかく行動しましょうねと、ね、最初からいい商品とか自分の強みってのは分かりませんので、とにかく行動して失敗してね、 お客様から断れられたりとか嫌な思いをしていく中でですね、あ、これが自分は強みなんだな、これをやるのがいいんだなってところをですね、やっぱ人ってですね、身につけて、あの、気づいてね、あの、 唯,唯一のね、オリジナリティがある商品とかね、ビジネスができていきますので、まあ最初からね、何事もうまくいかないし、自分の専門分野もわかりませんので、ね、そういったところでね、悩んでる、うまくいかないよって方はですね、まあ本当に今日お伝えしたいことは、まあとにかく行動しましょうね、ということでございました。ね、っていう形でね、ちょっと暑いので、ね、まあ大変ですけれども、ね、あの、まあ別にクーラー効かせてれば、別にね、仕事はできるわけじゃないですか。ね、その、クーラーないとですね、さすがにパソ、僕もパソコンがね、あの、値を上げたりする るのでね、まあ、仕事するときはね、クーラーつけたくなくても絶対につけるようにしてるんですけども、まあ、今の現代文明のおかげでですね、あの、電気もまだあるし、ね、<laughs> その原発をどうするかみたいな議論もありますけれども、ね、別に日本もあの電波は普通に通ってると思いますし、クーラーもつけられると思いますので、まあ、暑いからどうこうってね、あの、行動しないのも一つですけれども、まあ、それだと世の中のほとんどとよ人と一緒ですので、まあ、人が行動しないときにいかに行動するかっていうね、そういった考えでですね、 で、仕事に向き合っていれば必ずうまくいきますので、まあ大変なこともあるかもしれませんけれども、とにかくね、頑張って行動していきましょうというのが今日の結論でございます。という形でね、ちょっと長くなりましたけど、最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。ね、暑いけど気をつけて、ね、健康第一で、ね、でもまあ、健康失っちゃいけないんですけれども、まあちょっとね、無理してね、やっぱ頑張ることも、その、ね、やっぱたまには必要だと思いますので、 ね、あの死なない程度にね、健康が愛さない程度に頑張っていきましょうというところでございます。それではまた次回の放送も楽しみにしておいてください。それではまたね、バイバイ。